演武開演。どうも、本日はこちら山崎さんの九州産さつまいもとレーズンのサラダを食べたいと思います。なんかフルーツサラダみたいな感じがしますけど、そういうのじゃないのかな。どうなんだろう。ポテトサラダ、フルーツサラダ、中身は一見するとポテトサラダのようにも見えます。では5体目、やっぱりポテトサラダっぽいですよね、これ。食べてみれば分かります。いただきます。確かにこれはデザートではないですね。さつまいもはホクホクとしていて、レーズンのジャキッとした食感もあって美味しかったんですが、やっぱりこれもマヨネーズはちょっと癖がありますね。かなり強烈かかっているので、マヨネーズが好きな方はおすすめできますが、そうでない方はちょっとかもしれません。食感はやっぱりポテトサラダに近かったですね。というわけでこちらの点数とつけてみました。さつまいも、桜まで人形を祝うやひな祭り。ひな祭りはお祝いですからね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演武閉園。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。